ゆっこちゃんは最近はどのくらいの頻度なんですか、ゴルフは。週1、2回は行ってます。1、2回行けてるんですか。行ってます。でもなんか昔はもう前週多分5ぐらいクラブ握ってたから練習も含め。確かに純はさ全然練習とかいかないじゃん。そうだね。でも私もね今年ね練習できた2回しかない。あ、そうだ、ね、珍しいね。気づけばでも練習、うん、やっぱしないで、うん、こんだけ打てるってやっぱすごい。 波ありますよ。うん、でも染みついたよね多分ね。いや染みついてないのよ。本当？波あってこの前とか105とか行ってやばいと思って。昔の自分のスイング久しぶりに研究したもん。よかった時の。あ、なんか、あ、なんか全然違う。でも105は確かにちょっと悲しい。ね、しんどいじゃん。あと右目狙いの方がちょっと怖い。そうね。なあ、とっても右に行きました。落ちてる気がする。ちょっと待っちゃった。12の誰だ。1ホールでそう、うん、12とか叩いて、やばい。え、OB 参加。つらこう。どこ行ったの？あの東京クラシックだったんだけど、うん、あれ何番だ？なんかパー4の、うん、ちょっと右ドックのとこがあって、うん、でなんかねずっとね右しか書いてずっとなんか右よりポンポン、はい OB になる。ね、もうここ上がれる気しないみたいな。12は辛いね。辛いよね、うん、でもあやばい今日やばい、うん、その後もなんかねその練習したけど、うんうん、よくわかんないなみたいな。よくわかんない疲れたもんね。マジ。あ、やっぱりやばいですで、うん、さっきちょっと自分のスイングを、うん、昔の調子良かった時のスイングを見て、うんうん、なんか全然体動いてないみたいな。あ、ちっちゃいな。それは比べるの？撮ってもらう。比べた。あ、うん、なんか今の自分のスイング、なんか変なのみたいな。そう。じゃあたまにはね、うん、そういう研究も大事。そうですね。たまには。ナイスナイスです。今のはなんかどういうところ気をつけるとかあるんですか。え、いやゆっこちゃんならではの。私ならではの、はい、もうアマちゃんの人にはちょっと通じるものあるかなと思うんですけど、もう手打ち。ああ、もう確実に当てに行くみたいな。そうだ、あれ大きく振れないですもんね。もう変に振るって感覚ないし。ショないない。
台に転がっちゃった。どっちかとするわ。おー来た、早く来た、早く巡回転だったわ。巡回転だったわ。巡回転だったわ。逆に入ってたね。止めちゃったってバックスピンかける力で打っちゃった。意外と最後平らだったんだ。ちょっと待って、ないそんな曲がんないでしょきっと。そう、今ちょっとね、右ちょっと右です。ナイスボギー、ナイスボギー、はい、ボギーてる。さすがよかった。アプローチ、いや今日いいですね。今じゃあそう思いますよ。今日トスすごいんじゃないわ。でもね、ワンパット、ワンパット、さっきね、あパーン、パーンいいです。あ、そっか。492ヤード。パー5。あー、でも、もう見た目のやだわ。そう、ピーグラウンドも、まあ、引き上がり、嫌いです。これはまあ、左より真ん中でない。トイレ行った今か自分でスイング研究して実践するっていうラウンドで、あれでしかできない。自分の以外にもなんかこう上手い人のを見たりとかもあるんですか。あ、見る。あ、見るんだ。見る。で、それもイメージしていくって感じ。練習場だったらね、うん、なんかやれるけど、ね、今やれるないもんね。そう、もう本番でしか実践できないから、うん、でも大体なんか自分が悪くなった時の癖ってやっぱあるから大体ちっちゃくなる。気づくとどんどんスイングがちっちゃくなってて、うん、確かに自分の比較するのは良さそうですね、うん、そう、いい時とは悪い時、徐々にずれてくる。いろいろ試してやってます。そう考えたら純ちゃん本当に崩れないの変わんない、うん、すごいよね、うん、まあでもゆこちゃんもだけど、ね、でもやっぱ昔にたくさんやってるっていうのはでかいですよね、うん、めっちゃあった。そこでやっぱりこう体がちゃんと覚えてるっていうかね、うん、仕事終わってそのまま練習場でよく、うん、完全に共通点だと思うんですよね。純ちゃんもだってそうだもんね。あ、そう、練習、そう、最初の方そうだったって。ね。ほぼ毎日打ってたって言ってた気がする。ある程度回れれば。やばい。やばいかも。うん。うん、ボールないんで、なかったらもうあの辺からプラに打ちます。あ、これあるはありそうな感じですよね。ねえ、右動かしたいんだけど、右に動かしたら邪魔するの。このまま打つか、このまま打ちます。ちょっとやばいね、
危ない。おーすごい。ありがとうございます。選手のさ、はい、あのキーホールドのやつさ、動画でしか見てないの僕はね。あすごいなんかさ、ポン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 さ、そうね、パーとバーディーが出てさ、そうだね、なんか動画上だとさ、そのフラットに見えるんだけどさ、やっぱこう来ると結構あるかも。結構ね、うん、打ちづらいよね。打ちづらい。すごいよね。うん、動画じゃちょっとその辺が伝わんないよね。そうね。みんなすげえ、まあ。みんなね、もうドライバーパーンって言って、セカンドパーン乗せて。バーディーチャンスみたいな、ね、って感じだったからね。またすごいなと思いましたよ。すごい。でも私がやるとやっぱこっち行ったりこっち行ったりしたよね。あった。奇跡。あの木、こっちにあそこに当てみようか。大うまく出た。最高最高。うまく出た。距離も出た感じですね。 あれか。おお、ナイスアウトです。150ぐらいなんて5番ユーティリティ。左にバンカーがあるから難しいのかな。40ヤードぐらい。行きます。ああ。しょうがない。すごい。やばい。すごい転がってるね。早い。止まれ。入れ。やったー。早い。早いね。350ヤード。でも大丈夫。あるけど、いや、またちょっと開いたわ。だけどこのラインからでチャレンジ、フェードを狙ってこう行ってみたいな。ああ、フェード、そう、木を避けて、そう、このラインから失敗したら失格です。サッカーにやってみたいよね。ちょっと体開いて、そのままドレス通りにやってみる。
なんか効果音がつきましたね。効果音って逆にすごくない？あ、いた。なんか使おれ。あれ、むずいよね。あるんで、5番ウッドで打ちます。うわっ、左行っちゃった。大丈夫かな。失敗です。大丈夫かな。先上がりからフェードチャレンジしかいっちゃった。木にコンチでしか取ってまだあの、トロただトロだった。そう、木に当たる。ウケる。結構転がってくんだよね。 S で手前でいい。ちょっとかかる。ナイスです。止まりました。ちょっと手前。いい、うまい、うまい、うまい。完璧です。お、おー、入れ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 。おー、オッケー。マジオッケーじゃん。さすがです。マジオッケーです。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい言っちゃったじゃないですか。ちょっと。休憩です。あ、でもすごいです。もう本当 OK ですよ。すごい。すごい。回収です。当たってる？じゃあ当たってんのか。